憲法改正なんて先送りしても何も変わらないさ、なのだ。国家の最大の使命は国民を守ること、そのよりどころとなるのが憲法。何者にも絶対犯されない国民主権を貫く根拠と世界のどこでも認められている。現在の日本国憲法は日本が敗戦し占領下にあった時に、戦勝国の GHQ によって作られた。 ハーグ陸戦条約がある。占領軍は他国の占領地の法律等を尊重せよという趣旨があるつまり戦勝国であっても占領した国の法律を変えてはならない定めだ GHQ が急いで行った旧日本憲法廃棄と新憲法制定の行為はハーグ陸戦条約に違反している そんな憲法を73年間一言たりと変えないで今日に至っている。占領下の無抵抗時代に暴力的な経緯でまとめられた憲法だから、国民に約束すべき自立と防衛は完全に落とされている。到底、2世代を超える時代の変遷に耐えられるものではなかった。この間、米国の保護下にあって日本は濃々と一国平和を享受してきた。 憲法改正など慌てることはないという世論が醸成され引き継がれている。朝日新聞によれば、今の憲法を変える必要があるかの質問に、変える必要がある43%、変える必要はない46%とほぼ並んだ。70年経過してやっとだ。戦争放棄窮状について、変えない方が良いは65%を占め。 変える方が良いは27今の日本の憲法が全体として良い憲法かと聞くと良い憲法63%そうは思わない27%だったこの調査が始まった2013年以降良い憲法が一貫して過半数を占める憲法に関してどこの調査もそれ以上の質問をしないのだ国民過半数にとって 憲法改正謎生活に結びつかないことになっているその能天気な例を挙げたい3月15日市民団体女の平和院長崎のメンバーら約20人が長崎市浜町で街頭活動し改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の成立で可能になった緊急事態宣言の危険性を訴えた 全然実生率の同法では、新型コロナウイルスの感染拡大で国民生活に甚大な影響が出ると判断した場合、首相が外出自粛など試験制限につながる緊急事態宣言を出せる。同団体メンバーらは宣言が恣意的に使われることを懸念し、コロナ特措法に乗じて市民の人権を制限しないでと声を上げた。女性代表は、 安倍首相は国民に丁寧に説明すると言いながら、桜を見る会などの疑惑にも答えない。緊急事態宣言もいつ出されるかわからない。声を上げないわけにはいかないと話した。検討違いも甚だしいが、この連中が戦争を許す憲法改正反対、子供を二度と戦場に送らないとか極端な C 活動を繰り返している。 新型コロナ感染防御なぞど,どうでもいいと言わんばかり、私たちはもう判断を決めよう。